マヒルヤは日本の短歌結社史。1946年3月に、早稲田大学国文化の学生を中心に久保田宇津保、主催、久保田昭一郎発行編集によって創刊。創刊の趣旨を記す回帰に本会期に、今回は和歌を中心に一般文芸の創作、並びに研究を行うことを目的とすとあり、創刊当初は久保田宇津保文化である、 早稲田大学国文化の学生らの同人誌の性格を色濃く帯びていた。現在は、篠の代表、橋本義則発行編集によって、短歌雑誌、真、ま、昼るを発行。短歌総合誌などの広告では、常に生活実感を尊重し、主としての豊かな表現力を希求する集団として、広く、会員を迎えている。会員は、作品愛、作品2、 作品3、マヒルヤ州、マチエールの5つの選果欄に分かれ、毎月10首以内を投稿する。作品 I、作品2、作品3の選者は固定されておらず、集団選果体制をとっている。ただし、主にマヒルヤ衆受賞者が所属する、マヒルヤ州は市の広し、若手歌人が所属するマチエールは、島田修造が選果を行う。 新しく入会した会員は、作品3に所属し、編集、運営委員会において、所属欄の昇格や変更が決定される。東京加会をはじめ、全国各地で支部が主催する定例の加会を開催している。支部は、広崎金曜会、青森と和田会、岩手支部、仙台支部、気仙沼支部、岩木サークル、群馬支部、千葉支部、奈良市の支部、沢並会、 長野支部、松本支部、茨城支部、川越支部、鎌倉支部、伊豆支部、木明る会、田無単価会、アフリの会、相模サークル、富山支部、高岡支部、名古屋支部、近畿支部、萩支部等がある。例年8月下旬に全国大会を開催し、年間テーマについてのパネルディスカッションや加会を行っている。会員に対して公募する、内の新人賞。 未発表作50種、応募資格は入会後1年以上の会員で、1年間無欠鋭、または、欠鋭2回までの人。受賞者はその年の8月号で発表され、マヒルヤ全国大会で表彰される。ありがとうございます。